大川遊郭があった赤線地帯に来ましたね。弥生町遊郭が昔ありました。ですから結構まあ、遊郭跡もそうなんですけど、カフェ建築とかもね残ってます。カフェ建築はこう建物にタイルが結構窓辺とか、あと柱がドンとタイルのがあったりとか、あと床、これもほらタイルじゃん、これカフェ建築ですね。これいいね、なんかなんとか安、なんやったっちゃろうね。隣が斜めっとうのが気になるね。隣が斜めってますね。あ、これはなんかいい感じ。このカフェ、カフェいいね、うん、これどっち、裏もなんかあるよ。どっからもある、ちょっと向こうから行こうか。多分この辺も結構路地入ったらすごいのがね出てきそう。なんか昔のとこほらいっぱいある。昔のかな。古いわ。この2階とか上がってみたいね。え、作りがね独特やね、うん、弥生町遊郭はですね、江戸から戦後にかけてね栄えたんですよ。結構あったみたいで、遊郭が約20軒、そしてお姉さんたちが120人いたそうです。あ、この列もちょっとわかります。もう真向かいとかも多分そうかな。ここです、ここここ。怪しい建物が出てきます。ほら、遊郭やね、もうわかるやろ、大体これわかるやん、すぐわかる。うわ、これすごいね。なんかこのポストもう同化しとるよ。あ、書いてあるじゃない、なんか旅館、うん、なんか旅館、これ多分そうだよ。これ古いね、すごい。これ上のね格子が素敵。ん、何が、これね、うん、大川はもともとこれっちゃろうね。だけんこれもだけんもう兼業旅館やったって。遊郭の後に旅館になって終わっちゃいましたみたいな感じかな。あ、スイちゃん発見、丸窓、丸窓が2階にある。ちょっとわかるかな、ちょっと待って、ほらほら見逃しませんよ、ね、あれがもう遊郭を物語ってますね、うん、うん、間違いなくこれ遊郭物件です。うん、多分入り口がねどっかにねあるはずじゃん。遊郭だった門の入り口が、これかまぼこやったじゃない、かまぼこ、うん、ほら、何でしょうか。発見して、ここもすごいね。これ何やったっちゃろうね。これも旅館やね。これ旅、旅っていう字が書いてない、これ多分旅館じゃないの、これ旅館っぽいよ、天行旅館かな。
大川ってさ一日楽しめるね。ただ問題は私たちそうそうランチを食べようと思ったけど本当に店があまりないか閉まってるね。うん、そうそう、だからまあ途中で食べてきた方がいいかも。これ斜め取るよね。うん、わこれ理容室いいね。ちょっと昔のなんか理髪店って感じやん。うん、現役よこれ。でも多分昔からやっとっじゃない。これも古いね。あ、すごい。完全廃墟だ。ほら、昔の残っとるよ。これ。洗面台。でさ、やっぱり 大黒様やね。ポンプはでも全部もう統一してあったっちゃろうね。これやったっちゃろうね。うん、全部ね。あ、懐かしいね。うん、懐かしい。わあ、これすっごいね。荷物とかもね、置きっぱで。酒屋？ここ？うん、こっちはどっか裏も入ってみる。なんかあっちが行ってみようか。これも本よね。結構大きいのがねあるっちゃけどな。今なんか違うものに使われてる。舞踊教室かなんかに使われてる。でもこれも元旅館っぽいね。あ、てかこれも民家かな。あれすごいね、煙突ね。うん、ほら旅館やんこれ、うん、元遊郭やん。元遊郭からの天行旅館。もうやってないよ多分。これ味があるねちょっと。うん、いい。泣き夜。ここもすごいね、上見て。この辺りもでもそうやったかもしれんね。あ、あれ、あ、あれ有名なあの遊郭。これ、これ、それ。これ？うん。今は舞踊教室。うん、そう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 、そうだ。これが多分一番大きかったんじゃないかな。昔の名前が残っとる。そこ書いてある。筑紫殿。うん、これはでかいよ。ちょっと後ろ横も見たいな。大きいね。ここまでか。必ず恵比寿様やね。どこにも。そこも恵比寿様だ。中見えんね。え、もうびっくりするやん。そこの看板取った方がいいよこれ。そこをさ、当時のままだよこれ。
舞踊教室やっとうけん。あ、言ったところ。それ、これ。大きかろうが。これ2階の窓とか見たやの作り。ね。これ素晴らしいね。うん。うん。いい、素晴らしい。これ横に長いね。すごい、これ。ね。この辺です。何ね。あ、言って。言って。そうです。正解です。よく見つけたね。これカフェ建築ですね。遊郭の入り口だった。これもう、うん、多分ね、これ上にね電気が灯ってたんだって。ここ、これ、うん、うん、そうかもしれんね。石柱がない。これかな。これじゃないね。これじゃない。そこもさ、あ、橋でもあるね。うん、あそこかもよ。うん。丘はかなり残っとるね、でも。うん、こんぐらい残っとるとね。うん、見応えがあるね。こんな残ってないの。そうそうそう。歩きは必ず。多分あの橋じゃないかな。今見返り橋を探してます。ちょっと待ってすごいね、うん、結構危険な廃墟がね多いね。屋根とかね。さああれかな、残っとるかなってこと。有明海か。すぐ佐賀やん。佐賀が近い。さあ、そして見つけました。多分これかな。見返り橋。ここに昔橋があったんですよ。そしてね、この先にある遊郭、お父さんたちが帰っていく時に振り返って見ていたっていう橋ですね。日付入ってないかな。こっちにも石柱がある。ちょっと待って。あ、入ってる。明治33年7月か。この辺りね、本当遊郭そのまま残ってますからね。いや、すごい。